いつもね、その外にいる時に日本語で喋るべきか英語で喋るべきかみたいなさ、うん、自分たちでそのもっと多分輪を広げたいなら、うん、その外にいる時とかカフェに行った時っていうのは、うん、英語で喋った方が周りの人が話しかけやすいとか、俺も結構周りの人が喋ってて、うん、なんかその英語で喋ってくれてるとこんな会話してるんだに割り込んだりとか、うん、あ俺もそれ好きだよとかで話入って仲良くなったりはあるから、うん、ただやっぱ日本語で2人で話してるとさ難しいのと、あとなんかあれだよね、まあ、日本人の人は話しかけてきてくれたりするけど、それのおかげでね、うん、でも海外の人だとなんて喋ってるかわからないから、うん、警戒しちゃう部分もあるだろうしね、うん、悪口言われてんのかなかもしれないしとか、うん、そうそうだね。だからね、まあ、その一人で出かけたらさ日本語で喋るも何も相手がいないから、うん、普通に行って店員さんと、まあ、英語とかで喋ってってくらいだけど、うん、だ外にいる時に日本語で喋るべきか、うん、英語で喋るべきか問題は結構日本人だけのコミュニティにこだわりたくないなら多分英語の方がいいし、うんうんね、別になんか日本人同士でなんか私たちは2人で来てるからさ2人で日本語喋るけどさ、うん、例えばそのこっちに来て日本人の同士の友達ができて会って話すとかもう全然あると思うけど、もちろん母国語で話す安心感もあるけど、そこでさらに英語でやったらねもっと別の輪が広がるかもしれないし、だからよくさその全然知らない人が話しかけてきてとかってさ、うん、割とあるのはその2人で喋ってない時か、うん、そのただスーパーの会計待ってるとか、うん、あとはお店で例えばその注文する時にこれちょっと何がおすすめなのとかを、まあ、それはもちろん英語で聞くじゃん、うん、ってやるとなんか後ろからこう割り込んできてこれがうまいんだよとかさ前だってねアルディだっけスーパー行った時なんか全然知らない電動のバイクみたいな操作性の、うん、車椅子で来たおじいちゃんがね急に俺んとこ来てあのアイス取ってくんないみたいな、ね、まあ、確かに車椅子だからこう、うん、ちょっとね冷凍庫の上の届かないけど、うん、びっくりしたよね。前から結構のスピードで来るからさもう避けようと思って危ないからちょっと君みたいな避けたらなんかバリバリおらんな方でね話しかけられたけど、でもなんかそういう輪が広がるのは、まあ、日本語で話してるから広がる輪もあるし、うん、もしかして日本人とかそうだ、ね、パターンもあるし、うん、難しいところだよね。一概にどっちがいいも、うん、言えないし、まあそうだね、選択肢としてそういうのをやってみるのもまた新しい経験ができるから、うん、日本でさ日本人同士で日本語で喋っててもさ日本人で話に割り込んでくる人ってなかなかいないじゃん、うん、日本じゃ経験できないようなことって意味では英語で喋ってれば英語で気軽に話しかけてくる人が増えて、うん、増えるかもしれない。で昨日もさすごい全然なんかしょうもないあれだけどさ、うん、昨日もラーメン食べに行ったじゃん、うん、デンハーグ、うん、ラーメン屋でね初めて行ったんだよねそこのお店、うんうん、あの俺らが座ってる席の俺から見たハス向かいか、うん、席にいたお兄ちゃんがねもうナルトのノーラーメンノーライフって書いてある T シャツ着ててもうね会計するした後のお兄ちゃんに話しかけていい T シャツだねっつってもうめっちゃはにかんでたよ ね。なんかそんなすごいフレンドリーなタイプではなさそうな、うん、なんかちょっと奥手なお兄ちゃんだったけど、うん、すごい露骨な嬉しそうな顔してたもんね。わかる人がいたみたいなね、うん、確かにその日本のアニメ好きな人とかが多かったりもするからそういう人に話しかけてみたりとかそういう人の近くだったら逆に日本語話してる方がちょっと話してみたいなっていう興味を引けるみたいのはあるかもね、うん、